こんにちは、のぶ吉岡です。のぶ吉岡、5ミニッツコーチング、5分間コーチングですね、行いたいと思います。今回はね、ジャンプのね、5分間でコーチングしたいと思います。初めてのジャンプ、これからジャンプしていこうよっていう感じなんですね。初めてのジャンプの練習っていうところで、これちょっとね、本編ではシリーズ化してね、対面コーチングで、3ヶ月後には1メートルのジャンプをして、もう目指そうっていう感じでちょっとやっていきます。今回はね、5分間コーチングで最初の取っかかりっていう形でちょっとお話ししていきたいと思います。まあ、5分間のねちょっとポイントだけをちょっと、解説していきたいと思います。まずはね、動画を見てください。初めてのジャンプ練習、ぴょぴょぴょっとのさげたのさげたのさげたね、のさげたのさげたキャッっていうとこなんですね。そういうとこです。これ初めてですからね。まずはね、ノーズを上げることから始めようっていうちょっとね、練習方法なんですね。で、ほら、ノーズ上がった。実言うと、ここまでノーズが上がれば、ここが上がってますね。1メートル上がってますね、水面からね。後ろ足引きつければ、もうジャンプ成功なんですね。でもそんなこと分かってるよと。でもジャンプすると怖いんだよね、みたいな。これなぜ怖いかっていうと、大体9割ぐらいの方がね、ジャンプの練習した時にね、前にすっ飛ばされちゃうんですよ。どこがっていうところね、今回ちょっと5分間講習なんで、一つだけのポイントだけちょっとお教えします。これから練習して、参考にしてください。ジャンプ、ブームの平行基準っていうのが結構ポイントなんですね。で、今この状態でノーズ上がりました。これブーム平行になってますね。これは水面に対しての平行なんですね。水面に対しての平行。で、これはボードに対しての平行になってないですね。そうするっていうことは、ここまでこういう形で上がってて、セールのパワーポイントが絶対ボードの前に来てますね。着地したときにセールが前に行く。で、この後の動画ちょっと見てもらうと、大体こういう形になっちゃうんですね。ブームで上がっちゃうんですよ。着地したときに。ブームの水面との平行基準だけ考えてるとね。そうすると、セールのパワーポイントがボードの前に来ますから、このまま前に飛ばされる。ベアですよね、ブームが上がれば。そこがポイントかな。一番のポイント、そこです。だからそこだけをちょっと、基準を考えてください。本編ではね、この基準をしっかり取る方法として、教えてますけども、5分間コーチング、そこはちょっと5分で短いので、そこのポイントはちょっとお伝えできないんですけども、このブーム平行基準をどこに持っていくかということをちょっと意識して練習してください。そうするとあなたのジャンプは前に飛ばされるその恐怖からなくなります。だいたいジャンプしてる人はだいたい前に飛ばされておっかなくなってみんなやめるんですよね。だからそれはちゃんとしたこの基準が分かってないからっていうところなんですけどもね、そこの基準さえ分かっていただければ、そんな怖くはもうない。ってジャンプのポイントは、セールの引き込み、ブーム底の広さをすることに取ることによってっていうのもありますね。重心をちょっと下げる、そして、ブーム平行基準をしっかり考える、あとセールの仕組み、まあそこだけですね。今回はね、このブーム平行基準ということをしっかり考えて練習してください。そうすると必ず何かのヒントをつかめるはずです。本日も動画解説、5分間コーチング見ていただきありがとうございました。じゃあ早速ジャンプしましょう。本編ではね、シリーズとしてこれでね、対面コーチングでやってって3ヶ月後には1メートルジャンプしましょうって目指そうっていうところでね、ちょっとやっていきます。本日もありがとうございました。